まずはじめに今シーズン多大なるご声援をいただきました皆様に、クラブを代表いたしまして株式会社名古屋グランパスへと代表取締役社長小西幸喜よりご挨拶申し上げます。5月20日のお約束、ここに完結しました。ありがとうございました。5月20日以降必死に戦ってまいりました。そして今日この時、この時を一緒に楽しんでくださったファン、サポーターの皆様、スポンサー様、自治体の皆様、そしてグランパスに関わるすべての皆様、感謝申し上げます。こんな劇的な最後があるかと思うぐらい、皆様方の圧倒的なご声援のおかげでこういうふうな結果にすることができました。そして湘南の皆様、今日は遠くからお越しくださいましてありがとうございました。湘南の皆様とこうやって素晴らしい試合を行うことができ本当に嬉しく思っております。今日の主役は皆様、そしてここにいる選手です。もう一回選手に大きな拍手お願いします。これからまだ夢の上りかけの途中です。来年も風間監督のもと皆さんが見て楽しく、そしてどこの教科書にも教本にも載ってない、皆さんがワクワクする、そういったサッカーをこれでもか、これでもかと皆様方にご披露したいと思います。それでは皆さん、また笑顔で来年会いましょう。今日はありがとうございました。